何も捨てることができない人には何も変えることはできない。化け物をしのぐために必要なら人間性さえ捨てる。きっと何かそれができる。それができる者が勝つ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。証拠は必要ありません。つまり巨人は彼のことを我々人類と同じ捕食対象として認識しました。我々がいくら知恵を絞ろうともこの事実だけは動きません。それもいいな。なんか面白くなってきた。バンバン行こうぜピカチュウ。ゴー、俺だったら一緒に飯食って特訓するけどな。そういう時は気晴らしにバトル。あんまり好きじゃないんだっけ。死で償え。今のパンチまさか全力か。陰を使えるのは私も同じ。捕獲完了。折れた腕も自己治癒力の強化で完治。午前中にユミさんがかけた電話には出てたようだから、電話をかけてうまく住所を聞き出そうと思ったんだけど。ミキサーに常温の水を入れて5分程度かき混ぜると、水分子同士の摩擦で運動エネルギーが熱エネルギーに変わり。あの余計なお世話だろ。なんだ、辺りが突然真っ暗に。来る。たとえ感触がなくなったって、見えなくなったって、テニスの動きは体に染み付いてる。音さえ聞こえれば。いやあ、カオル殿ヤヒコ、いい朝でござるな。そうしたいのは山々だが、ザンザにもよほどの訳があるのでござ。お前は永遠に僕の執事だと。ご挨拶だな。悪魔として目覚める前に殺してしまおうと。執事として正しい選択だ。そう、そして僕はあのバラ迷宮でお前に命令した。マチ、どうしたの？そんな息切らして。もしかして俺を探してたの？ごめん、何か用事あった？たくさん、たくさん頑張って。今のマチがいてくれることが、嬉しい。今日からこのクラスを受け持つことになりました。ネギスプリングフィールドです。皆さん、よろしくお願いします。あれはコニーだ。今日からはチームで鬼ごっこをしていこう。よかったね、君はミスを隠し通せる。ドンに濡れ衣着せてまでスパイ続けたかったんだろ。おかえり、どうだった？今のままここで逃走したらほぼ死ぬからな。シスターとの鬼ごっこの時も今回もラストまで残ってたんだよな。いただきますから、いろっぱい。おー、とろける。うまい、うますぎる。埼玉銘菓にしたいくらいうまいぞ。そうか。